始まりました。オネスト TV ということで、ちょっと久しぶりにやったからこの手の感じ忘れちゃった。なるほどなるほど。ということでですね、はい、今日はなんか郁夫さんが持ち込むよね、最近ね。持ち込みがちだよね。当ててる企画でなんかすごい郁夫が評価されてるらしい。郁夫さん神企画とかね。うん、この間なんかモーニングルーティンキャンプの時に、うん、よくぞやったみたいな、ね。俺改めてあれ見たけどさ、林のおじさんっぽいな。あれ YouTube でもコンプラ大丈夫？ね、バンされないか心配。今日何を持ち込んでくれたんですか？はい、一回やったんですよ、同じシリーズの企画で。ビレバンの福袋開封やった。面白かったでしょ？めっちゃ面白かった。面白かったんですよ。あれめちゃくちゃいいなと思った。もう一回やりたいなと思ってたのをちょっとうっかり忘れてまして、持ち込み忘れ企画です。もう福袋とかのタイミングではないんですが、うん、今回持ち込んだのがですね、はい、スターバックスの福袋持ってきました。え、どうやって手に入れた？もう僕だって YouTube に関わって長いですから。1年弱の男が、はい、前回のうん、ビレバンさんのは、うん、最後なんかちょっとディスが入ったような記憶も、ちょっとそんなこと記憶に新しいけれど、ね、そうじたことを言う。なるほどね。ビレバンさんに向けたわけじゃない。全然違う違う。俺はポーンって空中に投げた。スターバックスさんのはすごい大体いいものなんだよ。まあ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 。なんか気づいたね。いやいや、スターバックスさんの充実してるんだね。充実してるん、うん、開封してもらってもそれなりに「おいいねいいね」になっちゃうと。いいじゃん福袋、うん、いやそれじゃちょっとですね、やっぱり面白みがないなと思いまして。プロデューサー、そういうことなんですよ。なので、はい、今回なんか制約を設けたいと。開けてく上で、開けてく上で、箱の中身は何だろうな。あ、なんか動いてない？あったかいあったかいみたいな。スターバックスさんの福袋を英語を一切使わないで解説をしてもらいたい。いや、お前もう別個から破綻してたそれ。スターバックスってもう、いやだからもうこれも日本語ですよ。日本語で言ってもらわないと。あのスターバックはオッケーにしようよ、さすがに。だって美味しい喫茶店とか言ってもらったわけ。シアトル初の、シアトル初のシアトル初の多店舗展開している最強のフランチャイズ。そうそうそう、フランチャイズもダメだからね。いやーやばい。そうそうそうです。もう一切横文字なし。あ、だからだから、はいはい。で、この福袋を解説してきてください。英語言ったらなんかあんやっぱペナが加算されていって。ペナは英語なの？え、俺はいいんだもんだって。なんだお前すげえ。わかりました。いいよいいよいいよ。言わない自信あるね。めちゃくちゃ変換するから。おーいいね。おい、いきましょう。よーいドン。早速、はい、じゃあこの街中のね、うん、駅の前にあるような、あのたくさんございます、あの緑の看板が目印のね、うん、喫茶店の福袋を開けていきたいと思います。はい、お願いします。はい、この粘着のね、粘着の、うん、のやつはあら剥がして粘着のやつ、粘着のやつをまず剥がさせてもらって、はい、郁夫さんがおっしゃるように、うん、内容が非常に充実していそうです。まずドカンとこの、おお、今ね、はい、環境に優しい持ち運びできる、あのこういった布製のさ、うん、ものがさ、みんなあの重宝してるじゃない。これが義務化されてね。なるほどね。布製で持ち運びできる、うん、あのカバンたちが、うんうんうん、ね。だからこれを持ってその駅前とかの、はいはいはい、この、あの多店舗展開されている、うん、特にあれですね、黒い液体が有名ですか？黒い液体なんですか？黒くおいしい嗜好品が。黒くしい嗜好品。嗜好品が、ちょっと解説もうまくないとちょっと。で、黒い液体の嗜好品です。嗜好品、黒い豆を、あの。引いて、うん、粉にして、お湯を注いで、うん、絞り取る液体のことです。そしてこちら、ゆる。危ない。お、危ない。ゆる。うん、ゆる人形。握り飯の具に犬がなったかのような、だるまか。ああ、ごめんなさい、だるまでした。握り飯に握られた犬じゃないんだね。
こういうところに、持ち運びできる布製のね、うん、カバンにね、つけたりとかできる、可愛らしい人形です。いいですね。うん。あとはですね、この豆です。これがさっき言ってた僕の黒い液体嗜好品ですね。はい。この喫茶店って言ったら、やっぱりこの液体が有名じゃないですか。みんなこれが大好きよ。なおさんはどういう風に飲むのが好きなんですか？俺は大体温かくして、はい、まあいわゆる黒での。あと、まあ、時たま豆乳を混ぜたものを。あー、なるほど。うん、フォーム状にして。え、すいません。無事よ。最下位。すげえボンミスしてた。あんなにしっかり。そうだよね。じゃあ1回目な。はい、1回目。このね、米国からの。お、これは何ですか？これはですね、書いてあります。食器入れ箱一式。これを一式と訳しました。なるほど。いや、ファインプレー。うん、素晴らしい。食器入れ箱一式ね。うん。多分この中に、まあこの黒い嗜好品と合うような簡易的な焼き菓子。非常に合う。あ、甘い固形物。甘い固形物たちをさ、この中に入れて、すごく非常に、ま、ん？ま？ま、まろやかに、合わせていくっていう作業かな。まって言っちゃったのは、まろやかにって言いたかったです。そうだよ。なるほど。はい、よかったです。これは、保冷ですかね。保冷袋。保冷袋。保冷袋ですよ。あれじゃない、果物とか入れんじゃない、柿とか。ああ。で、保冷して。なるほど。これは何ですか？お、取っ手付き湯飲み。だるま押すな。押しますね。だるま押しよ。お、これは何だ？三角、ん？三角テリトリー。え、すいません。なんて。むずい。次の和訳に頭切っちゃったじゃん。ダメだ。英語を英語で訳してしまった。え、これなんていうの？三角形枕、寝るときじゃないとき用枕。必要ですか？リビングで。え？あー、ダメだダメだ。違うんだ。悪気ないんです。おい、めっちゃむずくねえか。俺レポートできてる。お前これ今などで、はい、座椅子などの横に、はい、置きやすい枕風の三角形バージョンです。はい、バージョンって言っちゃった。むずいよ。俺え、これってなんて言うの？座布団よ。座布団。座布団か。三角形座布団でいいんだよ。うん、こういうことなんだ。これ苦戦したね。苦戦、むず。わかった。はい。三角形にした状態だとこうやって枕になると。うんうんうん、で、この三角形じゃなくまっすぐにした時に普通にこうなんていうの。まさに座布団。まさに座布団。うん。だから座布団にも枕にもなる三角形だ。ああ違うか。俺三角形にとらわれすぎてると思うんだよね。これだから末広がり図さんめっちゃ強いんじゃない？あ、そうだね。すべての横文字を縦文字に変えてんじゃない？脳みその中で一番強いの末広がりさん説やりたい。やりたい。面白そう。同時にさ、こういう風な制約がある中で解説してもらってさ、どっちがなおちゃんとできる？うわー、共同動画したいな。あ、共同動画。共同動画。この媒体でさ。動画媒体で。これは普通に嬉しい。ドリンク券じゃねえや。おーい！うるせー！集中。これはな、ドリンクじゃねえくて、はい、飲み物引き換え券です。俺めっちゃ弱えじゃん。ね。最初調子いいなと思ったんだよ。俺いけると思ったんだよ。行ったら面白いなと思ったよ。じゃあこっからもう完全ノーミスでいける？いや、もうだって1個しかない。だって俺がノーミスって言ってんだよ。これは何ですか？これは、これはあれじゃないですか、はい、持ち運び用水筒じゃないですか。おー、うん、保温保冷、うん、
どちらにも役に立つ持ち運びができる、おそらくこの黒い嗜好品の液体、液体嗜好品を入れるんじゃないですか、ここに。これ全部よ。おお。だから、もう一回おさらいするよ。はい。布製カバン。うん。じゃあ、水筒でございます。はい。水筒でしょ、これ2点。そうだね。引いた豆です。うん、はい。あとは、この、犬が具のおにぎり。じゃないよ。だるまさんでしょ。犬だるま。で、だるま取ってつき湯飲み。うん。飲み物引き換え券、うん、食器入れせせ何せ接中接中する食器入れ、はい、接中一式なるほど、あと保冷カバン、うん、でこの三角座布団おわじゃねえおわり全部紹介したからねそうだよ終わりということで、はい、正直番組以上疲れた